80歳を超えた人の暮らしの様子を記した記録は少ない。この分野に取り組んでみる。堅苦しくなく、そして正確に記録する。特に健康と食事をメインとする。今、米アレルギーに悩まされている。米の品種によって下痢が起きたり起きなかったりする。牛丼屋で牛丼を食べて下痢に気づいた。そして外食の時はできるだけパンにした。ある時焼肉屋で土鍋でご飯を食べた。その後激しい下痢となり、今もお腹が悪い。ところがタコ米の弁当では下痢を起こさない。不思議だ。それでご飯をやめてそばにしている。今日ファミリーレストランに入った。土曜日の昼時なのでお客でいっぱいだった。外食をする家族が多いのに驚いた。駐車場もいっぱいだった。遠くから来るのであろう。幸せな家族が多いのだ。今年は祭りが少ない。コロナのためだ。コロナから身を守るにはマスクをすることだという。人混みに入ることが最も良くないという。我が町でも人口の1割がかかっている。移りやすいのだ。買い物をする以上人混みは避けられない。マスクをしっかりつけるようにしよう。今風呂に入る日は月曜か木曜だ。だいたい週に2回我が家の風呂に入っている。真夏以外20年以上このままだ。風呂と免疫はつながりがあるようで、風呂の回数を変えるつもりはない。風呂の後体重を測っている。ほとんど同じ体重だ。免疫が落ちると体のあちこちに不調が起こるようだ。近頃膝小僧に水虫ができた。とりあえずタムシチン機でかゆみは取れたが、あとは残るだろう。肌にイボや吹き出物が出るのは体の不調だ。ほったらかしにしないようにする。田舎からさくらんぼが送られてきた。一箱6000円。ずいぶん値が張る。子供の頃は安いものだった。今は贈答品だ。栄養を取るようなものではない。食べるべきものとして野菜果物が挙げられる。が、食べない方が良いものがずいぶんある。糖尿病と言われてから歩くことをずっと続けている。雨の日や我が家の行事のある日のほかは歩いている。
もともと足腰が強かったので、今も気持ちよく歩くことができる。これからも続けていくつもりだ。温かい食べ物は美味しい。けれど熱い飲み物は飲まないことにしている。ふうふうして食べるものは体に良くない。口の中や食道がやけどするからだ。私も口の中がやけどをして痛くて物を食べられなくなったことがある。家の中に埃は随分多い。電気掃除機をかけてみるといつもたくさんの埃が出てくる。目に見えないけれど床にたくさん溜まっているのだ。肺がんで死ぬ人の中には家で吸う埃で死ぬ人がいるという。ある金持ちの死因を調べたら羽布団だったという。今強く感じていることは長生きをすることだ。怪我や病気をなくすこと、危ないことを避けることだ。車に乗るときも余裕を持つこと、周りをよく見ること、必要でないところには行かないことだ。初めてのところは事故を起こしやすい。十分気をつけよう。私の血液型は A 型、妻の血液型は O 型だ。私は庭に出ても虫に刺されることはめったにない。ところが妻は庭に出ると途端に虫に襲われてしまう。そんなに襲われたら癌か何かの病気になってしまうぞと時々脅しを入れることがある。梅雨の後半から暑い日が多くなる。窓を閉め切ってクーラーを使うのも良いが、私は窓を開けて風通しを良くして寝転がっているのが好きだ。朝は東窓に、昼は南窓に反射板を取り付け、日の光を遮っている。夏の風は気持ちよい。コロナが相変わらず流行っている。スーパーに行くと全員マスクをつけている。そのためこの夏のイベントはほとんど中止になるだろう。それでも行われるイベントにはできるだけ参加していこうと思う。体はいろいろなサインを出す。健康だというサイン、病気だというサイン、その見極めが大切だ。今は血液検査などでかなりのところまでわかる。それ以外は毎日の暮らしから見分けなくてはいけない。私はうんちに気をつけている。特に下痢に気をつけている。たまに痛風の薬を飲む。ザイロリックという薬だ。痛風の発作をすぐに和らげてくれる治療薬とも言える。
良い薬であればあるほど飲まないようにしなければいけない。薬はいろいろな働きがあり、ただ症状を治せばよいというわけではない。長生きの本のタイトルを見ると、あれもよいこれもよいというふうに禁欲しない方がよいと言っている。そういうより禅の言葉、平常心の方がよい。今まで生きてきた通り普通の暮らし方がよいのだ。異常なことをしないことが基本だ。気温が35度を超える日が続いている。10年前はこんなに気温が高いと光化学スモッグ注意報が出て大騒ぎだった。空気がきれいになったのだろう。違う。外に出て周りを見ると、地平線から20度まではグレーだ。こんなにもスモッグに覆われているのだ。長生きできる食べ物として、いろいろなところでいろいろなものが紹介されている。その食べ物を見てみると、どうもおかしいものが入っている。まず果物、近頃の果物は甘すぎてお菓子と同じだ。栄養では野菜の方が良い。果物は食べなくて良いものだ。発酵食品は体に良いという。しかし私には合わないようだ。発酵食品を食べなくてはいけないという理由はどこにあるのだろう。無理に食べることはないと思うのだが、お酒は米を発酵したものだし、キムチは白菜を発酵したものだ。長生きをするためには食べるべきものと食べてはいけないものがある。食べるべきものはタンパク質と野菜、食べてはいけないものは糖分や塩分の多いものという。私は今のところこの教えに従っているが、きちんと守っているわけではない。歩くときは景色を見ながら歩いている。考えながら歩くことは少ない。景色は3日から4日ごとに変わっていく。逆回りのコースを取るといつも違う景色を楽しむことができる。今住んでいる町は本当に素晴らしい。私のお腹には胆石がある。65歳頃突然お腹が痛み出し、お腹の中のものをすべて吐き出したが、痛みが収まらなく救急病院に駆け込んだところ、胆石だと言われた。手術して胆石を取ることも考えたが、今はそのままにしてある。
長生きをするには食べるものを正しく食べること、よく眠ること、運動をきちんとすること、そして頭を使うことだという。私は70歳代この4つを曲がりなりにもできたと思う。糖尿病と診断された時もあるが、このあとどうなるだろうか。長生きをするために頭を使えという、頭を使う方法としてクイズやゲームが挙げられるが、父は囲碁を楽しんでいたが認知症になった。認知症にならないようにするには食べ物を選ばなくてはいけないのかもしれない。頭を使いすぎると頭がチクチクなることがある。コンビニ店員の過労死という言葉がある。長い時間張り詰めて仕事をするのは危険だ。引退して趣味の世界に入ったからといって頭の使いすぎは良くないと思う。60歳を超えてからある日、目の異常に気づいた。目の前にグレーのギザギザが現れ、テカテカと輝き大きくなる。短い時間だがものすごく長く感じられ、恐怖感に襲われる。戦気暗転という。立ちくらみと似ている。そのうち治る。これをギザテカと名付けたいと思う。どうでしょう。20歳まで私の歯は全く虫歯がなかった。歯磨きをきちんとしていた。その頃からコーヒーや紅茶を飲み始めた。砂糖を入れて飲んだ。途端に歯が痛み虫歯になり医者にかかった。きちんと歯を磨いているのに。その後歯が痛むたびに真面目に医者に行った。歯は削られ入れ歯になった。